あんなに楽しかった夏休みももう終わっちゃうね。やりたいことはたくさん残ってるけど、まだまだ楽しいことが待ってるってことだよね。きちんと宿題を終わらせて弟くんは偉いね。ご褒美にお姉ちゃんが何でもしてあげちゃうよ。遠慮しないで行ってみて。夏休みは終わっちゃうけど、弟くんとお姉ちゃんの日々はエンドレスだよ。これからもよろしくね。終わってほしくなかった夏休みが終わるというのに、また新しいあなた様を見られると思えば、今は心が穏やかなのです。不思議ですわ。あなた様の宿題も無事に完了。本当に楽しい夏休みでしたわ。私も大切なものを学ばせていただきました。残り少ない夏を味わい尽くしましょう。時間は有限ですが、私のプロデュースは無限ですわ。さあ早速取り掛かりましょう。グスグス。